今回は腰椎ヘルニアを勉強していきます。でヘルニアっていうと筋トレ中に起こる怪我であったり、まあ、日常生活でぎっくり腰をして病院に行ったらヘルニアって言われました、まあ、といった形で結構ヘルニア自体の名前は知ってる方多いと思います。ただこのヘルニアっていうのがどういった原因で起こるのかとか、どういった体の構造の変化が起こってるか、ここまでね詳しく知ってる方はまあ少ないかなと思います。ただ原因とか体の構造の変化知っておくことによって正しく予防することができます。なので今回はしっかりとヘルニアを予防するための知識として、ヘルニアの原因、そして体の構造の変化、そこを見ていった後にどんな症状が起きるかというところまで見ていきます。まあ、症状でいうとヘルニアはオペが適用されたりとか、まあ、そのまま保存療法といってリハビリで治す方法もあるんですけど、それの違いというところまで見ていきます。まずは腰椎ヘルニアの原因からです。原因というのが椎間板内圧が上昇して髄核が突出することでヘルニアというのは起こります。まあ、この言葉聞いたらね、今は訳がわからないと思うんですけど、構造のところをしっかりと勉強したらこの意味っていうのは分かってくるんで、まあ、一旦ここは置いといてください。じゃあそれってどういう時に起こるかっていうと、まず一つが腰が曲がったデッドリフトです。で腰が曲がったデッドリフトっていうのはまあ割と危険っていう認識はあると思うんですけど、あれは直接ヘルニアの原因として関わってきます。であと日常生活でいうと、まあ、体を丸めた状態で重たいものを持つ、まあ、どちらにせよ共通してるっていうことは、とにかく体を丸めて何か重たいものを持つっていうのは割と危険な運動ですよというところをまずは覚えておいてください。でこれがなぜ危険なのかっていうのをまず構造から見ていきます。で、まあ、脊柱といって背骨の骨の構造になってくるんですけど、まず構造の中には椎間板と呼ばれるものがあります。で椎間板っていうのはこの背骨一つ一つの間にあるクッションのようなものです。でこのちょっとこっちの絵を見てもらえると、これが背骨です。椎体と呼ばれるんですけど、椎体と椎体の間に入ってあるものが椎間板です。椎体と椎体の間にある板のようなもの、まあ、これが椎間板といった形ですね。でこの椎間板っていうのはアンパンみたいな構造になっています。で、まあ、中のこの青い部分、ここをあんこと思ってください。でこの外枠の部分がこれパンの部分ですね。でこれ一つ一つに名前がついていて、外枠のパンの部分、これを繊維リンと言います。まあ、ここまで細かくは覚えなくていいんですけど、繊維のリンは輪っかっていう感じですね。でなんで繊維リンかっていうと、これ椎間板のこの繊維リンっていうのはすごいこうミルフィーユ状みたいな構造になってたりするんで繊維リンと呼ばれたりします。でこの中に入っているあんこの部分、これが髄核と言います。この髄核っていうのは、ね、さっきも言葉で出てきたと思うんですけど、ここが髄核ですね。でこの髄核っていうのがここで出てきた髄核ですね。なので構造の中ではまず髄核っていうのは一つ大事なところなので覚えておいてください。でこの椎間板の主な役割としては、まあ、先ほども言ったんですけど、クッションの役割を持っています。まあ、例えば背骨っていうのはこう上からとか下からこう圧迫する力を受けたりとか、こうひねる力を受けたりとかするんですけど、それをしっかりと干渉してくれるような役割を持っているのが椎間板です。じゃあ次にこの背骨を横から見た状態で、この背骨を横から見た状態で椎体、椎間板、椎体、椎間板で下にも続いていくんですけど、この後ろのスペース、ここには神経が通ります。でこの神経のことを脊髄神経といって、脳みそから出てる神経です。こういった形で上から下に向かって走ってるような形です。でこの脊髄神経が通ってるのは上から見た状態ではここです。ここに脊髄神経が通ってます。なのでこの椎間板がある位置っていうのは上から見た状態ではここです。椎間板の後ろに脊柱管という脊髄神経が通る、まあ、スペースが、トンネルがあって、そこに脊髄神経が通っているという形です。じゃあここざっと簡単にもう一回説明すると、椎間板というのは繊維リンと髄核という構造からなっていて、アンパンみたいなような状態です。で、あんこが髄核、パンが繊維リンの部分です。で、これ横から見ると椎体、背骨一つ一つの間に入っていて、まあ、ずらーっと下まで並んでいます。で、その椎間板の後ろには脊柱管というトンネルのスペースがあって、そこには脊髄神経というのが通っています。
ここのスペース、このトンネルの部分が脊柱管で、ここに脊髄神経が通っています。で、この脊髄神経はどんな役割をしているかっていうと、もうこうやって体を動かすっていうことに対して命令を与えるために働いたりとか、筋力、まあ物を触った感覚、知覚、まあ、いろんなものに役立ってるんで、すごく大切な神経が背骨の後ろを通っているといった形です。では次にヘルニアっていうのはどういう状態かというのを見ていきます。で、ヘルニアというのは言葉で言うと髄核が突出すること、これをヘルニアと言います。なのでこの部分ですね、この部分をヘルニアと呼びます。だから別にこの腰が痛いことをヘルニアって呼ぶのでもなく、まあ、足がしびれるっていうのもヘルニアって呼ぶんじゃなくて、髄核が突出したことをヘルニアって言います。じゃあそれがどういった状態なのかっていうのをこっちで見ていくと、まず横から見た状態、ここですね、これと一緒の状態なんですけど、髄核が飛び出るっていうことは、ここから後ろにこういう形で飛び出ます。じゃあこれ後ろに飛び出たらどうなるかっていうと、この脊髄、この椎間板の後ろには神経が通ってます。ここですね、こういう形で神経が通ってて、この神経を髄核が圧迫してしまいます。で、髄核が神経を圧迫することでいろんな症状が出るっていうのが腰椎ヘルニアです。で、上から見ると、まあ、ここにある椎間板っていうのが突出します。だ、そうするとこの脊柱管に通ってる脊髄神経っていうのを圧迫してしまって、同じように、まあ、神経に沿った症状が出たりとか痛みが出る原因になります。なのでヘルニアっていうのは髄核が突出すること、まあ、後ろに飛び出てしまって神経を圧迫することによって症状が出る、でそれのことを含めて腰椎ヘルニアっていうような形です。じゃあなぜこのヘルニア、まあ、髄核が突出するようなことが起こるかっていうと、これは椎間板内圧が上昇というきっかけがあったりすると髄核が突出しやすくなります。で、ここで椎間板の内圧っていうのを見ていくんですけど、椎間板の中の圧が上がると髄核っていうのがビュッて飛び出てきます。アンパンでイメージしてもらったら、まあパンがあって中にあんこがあるんですけど、こう外からギュッと圧をかけるとあんこがブチュッて飛び出してくるような形のイメージですね。なので圧が高まりすぎると髄核っていうのは飛び出しやすくなって、それは姿勢によってかなり変化っていうのが見られます。例えば立ってる状態、もう普通にリラックスして立ってる状態を椎間板内圧を100とすると、これと比較して寝た状態っていうのは、まあ、寝る姿勢にもよるんですけど、だいたい30から70ぐらいです。立ってる姿勢より寝てる姿勢の方が椎間板内圧っていうのは低くなりやすい状態です。で、次に座ってる姿勢、まあ普通にまあいわゆるいい姿勢で座ってたとしても、椎間板内圧っていうのは140ぐらいになります。約 1.4 倍ぐらいですね、立ってる状態に比べて。で、次にこの座ってる姿勢より、まあ、この腰を丸めて、まあ、お辞儀しているような形の姿勢ですね、下のものを取ろうとして腰を丸めているような状態、この時っていうのは150です。といった形で椎間板内圧が上がりやすい姿勢っていうのは、立ってる姿勢を100とすると座ってる姿勢が140で、腰を丸めて下のものを取ろうとしている姿勢が150です。で、まあ、この程度であれば基本的にはヘルニアっていうのは起こらないんですけど、ここに掛け算のような形で重さがかかってくると椎間板内圧が非常に高まりやすいです。じゃあどういった形の時に上がるかっていうと、この先に重たい荷物を持ってたりすると、例えば20キロのプレートとか持ってたりすると、これは何倍にも椎間板内圧っていうのは膨れてしまいます。なので腰が曲がったデッドリフトとか、体を丸めて重い荷物を持つっていうのは、ただでさえ椎間板内圧がすごい高い状態に加えて、さらに重りを持ったことによって何倍にも圧が高まってしまうといった状態です。で、これでもう一度腰椎ヘルニアの原因というのを見てみると、椎間板内圧が上昇して髄核が突出することです。椎間板内圧が上昇する姿勢をとってしまったことによって髄核が耐えきれず後ろに突出してしまう、
そしてそれが神経とか、それが神経に触ることによっていろんな痛みとかしびれの原因につながってくるっていうような形です。なので腰が曲がったデッドリフトとか体を丸めて荷物を持つっていうのはなぜ危ないかっていうと、椎間板内圧が上がりすぎてしまうから。まあ、その他にも 背中の筋肉の緊張もかなり高くなって腰の痛みにはつながるんですけど、まあ、こういった理由が構造から見るヘルニアの原因です。ではここまで構造とか原因を見れたので、次はヘルニアの種類を見ていきます。でヘルニアね、大きく分けて4パターンあります。1つが1番正中型、2番が後外側型、3番脱出型、4番有利型です。でコロナ禍でも圧倒的に多いのがこの後外側型というものです。なのでここを中心に覚えておいてもらって、次に正中型です。で脱出型有利型っていうのはまあ珍しいパターンなので、ちょっと1番2番をしっかりと押さえておいてもらえるといいかと思います。でまずは1番正中型から説明していくと、正中型というのは髄核がそのまま真後ろに飛び出したパターンです。なので神経でいうと神経の真ん中を圧迫するようなパターンです。で次に後外側型を見ていくと、後外側っていうのは、まあ、後ろの外側に飛び出たって書くんですけど、まあ、分かりやすくというとどっちか右か左かに飛び出たような状態です。でこっちでまあここが右やとすると、この髄核が右側に突出してるんで、神経の圧迫としては右側のみを圧迫しているような状態、左とかは大丈夫な形です。で3番脱出型というのは、本来、まあ、ちょっとこっちの絵では描けてなかったんですけど、繊維輪っていうのがあって、まあ、アンパンでいうとパンの部分ですね、このパンの部分からあんこが出ることっていうのは少ないです。でそのあんこがパンの部分から出てしまったことを脱出型と言います。繊維輪をもう超えたってるパターンですね。まあ、これはそんなに多くはないです。で次に有利型っていうパターンです。有利型は繊維輪周りの枠があって、中にも髄核あります。でもう完全に髄核がポンって分かれてしまって、こっち外に出てしまったパターンを有利型って言います。まあ、これもあんまり少ないですかね。なので1番2番の正中型後外側型、ここが大事なんですけど、これは症状の変化っていうのがかなり現れます。で後でもう一回詳しくは見るんですけど、症状の変化として後外側型っていうのは右左どっちかと言ったんですけど、症状が出るのがこれ片側です。なので右足だけしびれてるとか右の腰だけ痛いっていうのは結構このパターンが多いです。で正中型っていうのは逆にこれ両側型です。両足がしびれるとかで、すぐにオペしないといけないっていうのも割とこの正中型に多いような印象はあります。じゃあ、まあ、こういった種類がある中でどういった症状が出るのかっていうのを見ていくと、まず代表的に挙げられるのは腰痛、まあ、腰の痛みですね、ヘルニアになると。でもう一個は下肢痛、まあ、下肢痛っていうのは下肢全体、太ももとかふくらはぎとか足とか、まあ、そのあたりに向かってつながって痛みが出るものです。でその次がしびれ、まあ、これも足にしびれが出ることが多いです。でしびれが出る範囲っていうのは後で見ていくんですけど、ある程度 分類分けすることができます。そしてもう一個は筋力低下、これもすごく、ヘルニアとセットで起こりやすいです。で一番気をつけておかないといけないのが、これ膀胱直腸障害というところです。で、まあ、これが起こると即オペって言われています。オペ適用で、これ何かっていうと、膀胱直腸障害っていうのは、まあ、膀胱と直腸に障害が起きるんで、つまりトイレとかの自分の意思でできなくなってしまいます。まあ、皆さんこう例えばトイレで、例えばトイレするときって、まあ、自分の力でトイレを出すとか、ちょっとまあトイレがなかったら止めるとか、いろいろできるとは思うんですけど、そのコントロールが全くできなくなるような状態、まあ、いわゆるちょっと垂れ流しのような状態になってしまいます。でこれはなぜ起こるかっていうと、そういうそういうトイレを止めるとかトイレを出すっていうような筋肉とかの命令っていうのは神経が行っているんですけど、それが全て機能しなくなるからです。でその機能しなくなる理由っていうのはヘルニアによって神経が圧迫されているからで、まあ、そういった場合はこのヘルニア部位をすぐ切除するようなオペが行われるような形です。でその他にもオペ、まあ、手術適用になるっていうのはもう
きつすぎる腰痛とか、きつすぎるしびれとか、あまりにも強い筋力低下、まあそういった症状の場合は割とオペ適用になることが多いんですけど、まあちょっと腰痛がちょっとだけ腰痛があるとか、ちょっとだけしびれがあるっていう場合は割と保存療法といって経過観察することも多いです。で、経過観察したらこのヘルニアって治るのかって思う方多いと思うんですけど、こういうヘルニアみたいな形で髄核が飛び出してきた部分っていうのは体が異物として捉えます。で、まあ、細胞のとこ勉強のところでもやったんですけど、まあ、体っていうのは異物って認めるとそれを鈍食って言って、まあ、食べようとします。なのでどんどんこう体がこう出っ張ってる部分、ここを少しずつまあ、攻撃って言うとあれですけど、しっかりと形を整えるように鈍食してくれて、自然にこういう、まあ、元の形に戻っていくみたいな流れになるっていうのは、まあ、ヘルニアの保存療法の治療例としてもよく見られます。で、この髄核が突出しなくなったら神経も圧迫されなくなるんで、まあ、症状がなくなるっていうような形ですね。なので保存療法とかオペとかっていうのは、これはもう本当に素人判断では絶対ダメなので、必ずこれ病院に行ってもらうことをお勧めします。で、病院に行ってレントゲンとか取ったからといってヘルニアは分かるものではないです。基本的にヘルニアっていうのは MRI 取ってもらって判断するものなので、そこもしっかりと頭に入れておいてもらえるといいかと思います。では今見た症状の中でもしびれとか筋力低下、まあ、膀胱直腸障害もそうなんですけど、これらのことをまとめて神経障害と言ったりします。まあ、神経が圧迫されたことによってしびれとか筋力低下、まあ、膀胱直腸障害が起こるんですけど、どの場所の神経が圧迫されることでどういった筋力低下が出るとか、まあ、しびれが出るかっていうのはある程度判別することができます。なので次はこの下の2つの絵を見て、もうちょっと詳しくヘルニアについて見ていきます。まずこっち左側の絵というのが、これはこの横から見た状態と一緒です。で、ちょっと簡易的に書いたんですが、 L3、L4、L5 というのは、この L というのは腰椎のことを指します。腰椎の3番、腰椎の4番、腰椎の5番です。で、 S1 っていうのは仙骨のことなんですけど、まあ、これは一旦置いといてもらって、この椎体の間には椎間板があるっていうような形です。で、その後ろには神経が走っているといった、まあ、こっちの絵と同じです。で、この右側っていうのは脊柱、まあ、背骨を後ろから見た状態です。で、 L3 椎間板、 L4 椎間板、 L5 S1 っていう形で、この赤色は神経の流れを示しています。真ん中に神経が通っていて、右左これは両方枝分かれしてるんですけど、神経っていうのは中心から両方に右左に分かれていきます。で、これなぜかというと、右側に流れている神経っていうのは例えば右手を動かすために関わったりとか、左側に流れている神経は左手を動かすために関わったりとか、まあ、そういう左右両方にしっかりと神経の命令を出すために両方分かれているといった形になります。で、この絵を使ってヘルニアとはどういうものかをもう一度見ていきます。まず横から見ると、ヘルニアっていうのはこの椎間板の髄核が突出したものです。なので、ここを例えば L4 と L5 の間の椎間板が突出したとすると、まあ、こういった形になります。じゃあそうすると L4、L5 の間なので、ここの神経が圧迫されて症状が出るといった形です。で、先ほどここで見ていたところで言うと、正中型と後外側型に分かれると言ったんですけど、後外側型のパターンをまずは見ていきます。で、この横で見た通り、同じ通り L4 と L5 の間にある椎間板、ここでヘルニアが起こったとします。で、後外側型の中でも右側にヘルニアが起こったとすると、この場所にヘルニアが起きたとします。この4番と5番の間でヘルニアが起きると、腰椎の5番目から出ている神経に沿った症状が右側に出ます。で、これはなぜかというと、ここで L3、L4、L5 を見ていくんですけど、3番から出ている神経っていうのはこの真ん中を通って右と左に分かれます。で、その下降りて4番目の神経っていうのは右と左に分かれます。なので、こっから先というのは5番目の神経で、5番目の神経が出ているとこの右側の始まりの部分、ここで椎間板のヘルニアっていうのは起きるので、ここ5番目の神経の右側に症状が出るといったイメージです。これがもし左側に出てたら左側に症状が出ます。で、
他のパターンでも、例えばここから L3 とか L4 の間でここでヘルニアが起こってたりすると、4番の神経の根元に出るんで、 L4 番腰腰椎の4番の神経症状が出るといった形になります。なのでどの場所でヘルニアが起こったかによって、ある程度症状っていうのは推測することができます。でこのその症状の推測をこっちの図で見ていくと、まあ、最も多いヘルニアが L4、L5 です。さっき見た L4、L5 の間で起こるヘルニアが一番多いです。で次2番目が L5、S1 です。腰椎の一番下の部分と仙骨の部分の間の椎間板で起こるヘルニアが多くて、次が L3、L4 です。ここの黄色のピンの部分ですね。でこの神経症状どういったものが挙げられるかっていうと、筋力低下でいうと L3、L4 の場合は大腿四頭筋の筋力低下が見られます。で近くこう触った感覚なんですけど、これは 足の指の親指、まあ、母指、ここに近く低下が見られます。でよくこれはね、左右、触り比べてみるとヘルニアを起こしている部分の方がちょっと触れてる感覚が鈍かったりするといった感覚、ことが多いです。で次に一番多い L4、L5、この緑ピンのところでヘルニアが起こると、筋力低下は長母趾神経という場所に起こります。で長母趾神経というのは足の親指を上に上げるような筋肉です。でこれの筋力が落ちたりとか、近くで言うと2から4指、足指の中指から薬指までの近くが低下します。で次に最後 L5、S1 ですね。この部分、ここでヘルニアが起こったりすると筋力低下は硬い三頭筋に見られます。ふくらはぎの筋肉ですとか、あとは腓骨筋とかも筋力低下が見られます。あと近くで言うと小指、足の小指の小指という場所に見られるんで、割とこの近くに関しては上から L3、L4 からは足の親指、そして L4、L5 というのは人差し指から薬指、そして L5、S1 は小指といった形で、割と近くは覚えやすいかなと思います。まあ、筋力っていうのはこの神経支配がどこにあるかによって変わるんですけど、まあ、四頭筋が落ちたり、あちの長母趾神経が落ちたり、硬い三頭筋が落ちたりでこれも変わってくるんで、こういったところから僕らは徒手検査って言って、まあ、筋力が落ちてないかなとか、知覚が鈍ってないかなっていうところの検査をしたりします。でその検査方法の他にも、あとは打検椎って言って、で腱反射を取って、まあ、よくあるのは、ね、膝のお皿の下を叩いたらピンって膝が伸びたりすると思うんですけど、あの反応がなくなってないかとか、それとも強く出すぎているかとか、いろんなこう他にも徒手検査っていうのはあるんですけど、まあ、代表のところ、この代表的なこの辺りは知っておいてもいいかなっていうところです。で今最も多いこの後外側型っていうのを見ていったんですけど、次は正中型のパターンを見ていきます。で正中型っていうのはもう真ん中どちら片方じゃなくてヘルニア起こってるんで、例えば L4、L5 の正中型が起こると、この真ん中にヘルニアが起こったことになります。じゃあ先ほどは片っぽだけの症状になってたんですけど、正中型が出ることによって、こっから下全ての神経症状が出る可能性があります。まあ、ここで言うと L5 以下の神経症状が全て出ることがあって、筋力低下で言うと長母趾神経も落ちたり、硬い三頭筋も落ちたりで、2から4指とか小指までしびれが出たりとか、まあ、そういったいろんなこの複合的な反応が見られたりとか、あとは最も危ないのがバビ症状というものです。でバビっていうのは馬の尻尾、バビと書くのですが、このバビ症状が出ると膀胱直腸障害につながったりします。でこのバビって何かっていうと、この仙骨、まあ、S1 って書いたんですけど、そこから下の神経っていうのはこういった形でも馬の尻尾のような形で神経っていうのが広がっています。でこの神経たちがいわゆるこの膀胱とか直腸とかをしっかりとコントロールするための神経なんですけど、まあ、ここが障害を起こすことによってオペ適用になるっていうことは多いです。なのでこのバビ症状が出てる場合っていうのはかなり危険で、正中型の組み合わせとしては割と多いかなというところです。以上が構造から考える腰椎ヘルニアです。で初めの原因見たんですけど、椎間板内圧が上昇して髄核が突出、これはね別に腰椎に限らないです。例えば胸椎とか頸椎にもヘルニアっていうのは起こるんで、まあ、これは今はね腰椎を例にしてあげたんですけど、トレーニング中にはこういうところを他にも気をつけておく必要はあります。で特にまあ腰の場合は腰曲がりデッドリフトとか、あとはに体を丸めて重たい荷物を持つっていうのは特に注意しておいてください。でその他にも日常的に腰に負担をかけないっていうのはすごく大事なところです。
例えば股関節周りの動きが悪かったりすると腰にかかる負担も大きかったり、胸の骨、胸椎の骨の動きが悪かったりしても腰にかかる負担っていうのは大きくなります。あとは日々の姿勢、反り腰であるとか、そういったところも改善しておかないと、まあ、こういったきっかけなくても急にヘルニアっていうことは起こることはありえます。なので日々のメンテナンス、まあ、体のケアっていうのはしっかりしてあげて、無理なトレーニングは避ける方がこのヘルニアのリスクは下がってくるかなと思います。で、繰り返しにはなるんですけど、ヘルニアのような症状が疑われる場合、まあ、強い腰痛、下肢痛もあったり、しびれ、筋力低下とかがある場合はもう必ず病院に行くことをお勧めします。しっかりと MRI とかの検査をしてもらって、早めに処置をしないとこういったことが起こる可能性もあるんで、まあ、なんとなく腰痛いだけやから大丈夫だろうとね、安心せずに一旦まあ見てもらって、で、何もまあヘルニアが起こってないとか、まあ、ちょっとしたぎっくり腰ですねとか言われたら、もうそれはそれで不幸中の幸いだったと思ってもらって、しっかりと治療してもらうことが再発の予防にあったりとか悪化の予防になるんで、体に気をつけてトレーニングを続けてみてください。では今日はこれで終わります。